2014年音姫て始まりましたけども、はい、今年の抱負をちょっとお願いいたします。はい、今年の抱負、はい、いつもながらなんですけども、毎年変わることもない音姫てです。ブレない、全部流されてしまいましたので資材がない、はい、全部新品の柱でやり直すわけですけど、まあ流されてもまたくじけず同じものを作っていきたいと思います。自然には逆らえないというのが、そうですね、海の家の使命ですかね、はい、そうですね、はい、心を洗われます。今年はいつからスタートでしたか？今年は、7月5日の土曜日からオープンしたいと思います。で、終わりはですね、8月の31日ですね。あ、去年9月でしたね。はい、浜倉市の開設する、海水浴場期間が今年はちょっとまだ2年前に戻りまして、8月、8月という営業期間になりました。なんで、まあ去年もね、同じ期間だったら流されずに済んだのになますけど、まああんまり関係ないですよ。はい、まあ相変わらずつけ麺はつけ麺とね。そうですね、はい、しらす丼もあるということで、はいはい、僕がハマってるカルスバーグ何か足がしどくなってるのは何ででしょう、ね、ちょっと先日の大雨で足を滑らせまして、軽く靭帯損傷してます。靭帯損傷はい、そういう私も靭帯やっちゃいました。あ、はい、みんなやるんですね。うちは僕自身は全然成功できません。監督になってます。てますので、はい、オープンには間に合うんじゃないかな。そうですか。この足が海の上までちゃんとオープンに持つかどうか、治るかどうか。そうですね。心配ですね。大丈夫じゃないですか。わかりました、はい。ということで、今年もハプニングがから始まった音姫て。そうですね。はい。どうなるかわかりませんけど、楽しみにしています、はい。今年もよろしくお願いします。お願いします。音姫て建築現場から中継でした。皆さんのお越しを待ってます。